スタ、イニエスタ、イニエスタ失わない、イニエスタ一気に入ってきた、古橋、古橋先制攻撃、古橋、その陰にはイニエスタのプレーありという見事な先制ゴールが神戸、0対1最後は古橋でしたが、イニエスタの見事なお膳立て。ここでボールをもらった時にここから自分で時間を作り出すんですよね。でスペースを作り出して、ここからやっぱフリーランニングに少し抜けるので、まあ、ディフェンスライン下がってマークつきますし、まあ、ここでコントロールからシュートまでの意識を持ちながら古橋がやってくれたのと、やっぱ前半からあそこでやっぱこう前向いた時にやっぱシュートの意識って常にこう強く持っていましたよね今日はね、まあ、それがしっかり結果として出しましたし、ここ相手の遠いところに置いて、まあ、逆サイドを狙って、まあ、またも少し、ね、ディフェンス警戒してますけれども、逆サイドも素晴らしいシュートですね、完璧でしたよね。ここ外からマキナもストレート系のボールですけども、2人で